チェイク・ディアルは、マリ共和国出身のバスケットボール選手。NBA のフェニックス・サンズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。14歳の時にバスケットボールを始め、2012年2月、家族と共に、出身地の会から15時間をかけて、首都バマコにたどり着き、NBA 選手を目指すために渡米。ニューヨーク州ロングアイランドのアメリカンスクールに進学。 2015年にマクダナルズオールアメリカンゲームやジョーダンブランドクラシックゲームで MVP を受賞するなど大きく成長した。大学は名門カンザス大学に進学。2015から16シーズンは平均出場時間7.5分で3得点2.5リバウンドという成績に終わったが、ディアロは2016年の NBA ドラフトにエントリーすることを決意。 5月にドラフトコンバインにも参加し、もうアピールしたディアロは、ドラフトでは33位で、ロサンゼルスクリッパーズから指名され、ドラフト当日のトレードで権利がニューオーリンズペリカンズに移動し、NBA サマーリーグを経て3年契約を結んだ。ルーキーシーズンの2016から17シーズンは、シーズンの大半を D リーグでの修行に注ぎ込むシーズンとなったが、 2017年4月11日のロサンゼルスレイカーズ戦では19得点11リバウンドを記録し初のダブルダブルを達成した。ありがとうございます。